皆さんごきげんよう、ヒロです。なおです。今日はね、うん、仕事で岡山来てて、はい、ちょうど休憩のタイミングがあったから、はい、まあ、どうせならね、うん、なんかランチ食べようということで、はい、今日こちらスパゲッティダンディの方で、うん、なんとね、うん、むちゃくちゃなデカ盛りがあるということで、うん、はい、ちょっとそれ食べたいなと思います。はい、はい、久しぶりの、うん、まあ、大食いチャレンジ的な感じになるから、うん、ちょっと不安だけど、はい、まあ、残してもねお持ち帰りできるみたいな、うん、その辺は安心かな。はい、じゃあ早速こちらスパゲッティダンディへ行ってみよう。改めまして本日寄らせていただきましたのが、はい、スパゲッツダンディさん、うん、こちらの方が、うん、岡山県岡山市北区の、うん、いわゆるラーメンストリートと言われるところにある大人気の、うん、まあ、スパゲティ屋さんですな、はい、でここの特徴が、うん、まあ、サイズが選べるんですけれども、はい、小中大、うん、そして、うん、ダンディサイズそうだね。このダンディサイズが、うん、いわゆる一般的なスパゲティ6人前、うん、2キロ相当といった大ボリュームとなっております。はい、店内はねそんなに広くはなくて、うん、お昼にはもう大人気でめちゃめちゃ行列ができちゃうから、うん、少し時間をずらしてね、うん、僕らはお伺いさせていただきました。はい、でこれが私が今回頼んだたらこクリームパスタ。ほうほう、美味しそう、うん、これはサイズがね小になるの。これでしょう。そう、でも小があの1人前ね普通サイズだと思ってくれたらいいよ、うん、あ、じゃあみんなだいたい小頼んでたもんね、うん、そうそうそう。はい、こちらでございますよ。これがダンディサイズミートソースですな、うん、これ乗っかってるのニンニク。そう、このね左端にある茶色いやつでしょ、うん、これニンニクですよ。すごい大きさで、うん、じゃあこれをね、うん、私完食することが果たしてできるのか、はい、そしてね一応タイムの方もね、うん、計測していこうと思ってますんでね、はい、それではレッツスタート。さあ挑戦中ですね、うん、まあ、いろいろダンディさんの紹介をしていこうと思うんですが、はい、ここね、うん、パスタが6種類選べるんだよね、うん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 、今回ね私あのたらこクリーム食べたんだけど、うん、女性に大人気なのが青じそ和風パスタなんだけど、はいはい、上にね、うん、しそが乗っかってて、うん、もう麺が見えないの。あ、それはインパクトあるね。そう、そっちとあのたらこクリーム悩んだんだけど、うん、今回はたらこクリーム食べました、はい、うん、他にはあとはね、トマチリとかあったり、うんうんうん、鉄板ナポリタン。あ、いいですね、うん、これもすごい人気みたいだよ。へえ、食べたい食べたい。そうで、まあ、あとたらこクリームと、うん、あのヒロさんが食べてるミートソース、あ、今食べてるやつですか。そうで、一番人気がチキンカツミート、うん、あー、これもね悩んだんだよ、うん、そう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 、ただ昨日カツ食っちゃったから今回はミートソースで。そうだね、はい、スパゲッティの味はナオさんどうでした。たらこクリームの方は、うん、スープスパゲッティっぽい感じで提供されるのね。確かに確かに。だから結構ね熱々のままずっと食べれたよ。あ、でも、うん、それはこのミートソースの方も、うん、まあ、見たらわかるけど、うん、ずっと湯気立ってるでしょ。あ、でしょ。で麺がねちょっと太麺だと思う、うん、あ、だからこう伸びずにあったかいままずっと最後まで食べれるのかな。すっごいもちもちね、うん、麺は美味しかったね。美味しかったもう、うん、やっぱ全然違いますよ、その市販のものとは。そうだね、うんうん、ミートソースはね、うん、ちょっと甘めのソースといった感じで、うん、トマトの酸味とお肉のジューシーさが、うん、もういい塩梅で、うん、食欲をどんどん促進してくれる、うん、素晴らしい味でございましたな。美味しそうだった。本当はね一口欲しかった。いや、それはもう譲れませんな。チャレンジ中なんでね確かに。でさ、はい、これあの調味料っていうのかな、うん、あのチーズとか、ね、うん、そうそう、粉チーズとか、うん、っていうのが置いてあるので、うん、味変とかも結構しやすいよね。そうだね、うん、これね私トッピングで、うん、この後出てくるんですが、うん、温泉卵と、はいはい、あとはね、うん、あのニンニクの方もちょっと増量していただいてるんで、うん、飽きずに最後までいただくことができましたよ、うん、ここなんかねトッピングも豊富で、あの食券制になってるので、うん、最初にあのメニューを頼むときに、うん、あのトッピングも選べれるんだけど、うん、いろんな種類のトッピングがあったので、例えばムール貝とかエビ、うん、でね、あとねあのやりたかったんだけど、とろけるゴーダチーズとかね。あ、いいね、うん、あとバジルペーストとかあったよ。あ、もう最高かよ。そうだから、いっぱいトッピングはあるので、まあ、うん、自分好みのね、はい、アレンジしてみるのもいいかと思うよ。そうだね、うん、いろんな味をね試してみて、うん、マイベストスパゲティをね、はい、探すのも楽しいかなと思います。そうだね。
さあただいま時計の方は11分を経過しております、うん、残すところ3分の1程度といったところでしょうか、うん、結構食べましたなね。うん、うん、ヒロさんこうやって大食いとかするけど、うん、普段はあんま食べないもんね。いややっぱね、うん、もういい年なんで食べたら食べただけ、うん、しっかりお肉として形成されちゃいますんでね、うん、気にはしてますよ。あ、なるほどね。あとはちょっとね、うん、変わってんのが目の前のものが空っぽになると満足するって感じ、うんうん、あ、だからあんま残すことしないもんね。あ、もう残すことはまずないですね。絶対食べるもんね、意地でも食う。うん、うん、そうだね、はい、うん、さあそろそろ、うん、はい、なおさん完食でございますな。はい、まだスープは残ってるんだけど、うん、麺を食べました。はい、でもあんまヒロさんと変わんないよここのスパゲッティ全種類ね、うん、テイクアウトも可能なので。あ、結構そういうお客さん来られてましたな。うん、なのでテイクアウトもおすすめです。はい、はい、さあいよいよラストスパート、完食間近。はい、あと残ってるのはソースのみとなっております。こっからはスプーンで食べたんだね。そう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 おー、すごいな。さあいよいよ完食です。タイムの方が15分20秒。食べたなまあこれ早食いチャレンジはしてないからね。そうだね、無理はしておりません。はい、はい、ほっと笑顔ですよ。そして見て、この後皆さん気になってたと思うけどヒロさんの服これね、うん、気をつけた方がいい。皆さんそうだよ、うん、ほんとね、ちゃんとね亀エプロンあるから、ここ、うん、そうだね、麺がね、うん、ほんともちもちだから、うん、結構弾きますなのでね、後ろに亀エプロンありますというところでこれをつけてね、そうそう、次回以降は食べていこうと思います。はい、いやでもなおさん、これだけの量食べてね、うん、私のミートソースダンディサイズ、うん、900円ですよ。安いね、はい、ですのでね、うん、リーズナブルにお腹いっぱいになりたい方はぜひですね、うん、こちらダンディへお越しください。うん、ごちそうさまでした。いや見事完食でございますよ。なんかちょっと余裕だったね。ちょっとね、まだ全然余裕ですね、僕みたいだね、うん、だいたいあのパスタが、うん、麺自体が 1.4kg、うん、で、まあ、ルーとか合わせると、うん、まあ、2キロぐらいのパスタでしたな、はいはいはい、うん、俺いけるかも、上また食べてる。無料でポップコーンももらえるから、うん、ちゃっかりもらってきました、うん、ならまだいけますか。はい、はい、いかがでしたでしょうか。はい、本日寄らせてもらったのは、うん、改めまして、うん、このスパゲッティダンディで、はい、サイズがダンディサイズをいただきました。はい、まあお腹がペコペコの方はぜひですね、はい、こちらのダンディでダンディサイズ頼んでください。はい、以上、どこいこチャンネルのヒロでした。なおでした。バイバーイ。